はい、こんにちは、のぞみでございます。今沖縄県宜野湾市に来ておりまして、今日は黙食シリーズでございます。そう、こちら今日は海中居酒屋一郎屋に来てまして、これちょっと沖縄の友達に聞いて今日駆けつけたんですけども、まあ名前が書いてる海中居酒屋って書いてる通り、漁師さんが経営している居酒屋ということで、新鮮な海鮮料理が食べれる、そしてなんとお値段もリーズナブルということでね、今日来ました。開店時間が11時10分というちょっと変わった開店時間ですけども、場所がですね、宜野湾のコンベンションセンター近く、そして目の前がムーンオーシャンというホテルでございます。そして近くに三栄がございますので、まあ、そこまで難しくないのかなと思ってます。で、駐車場は一郎屋さんの目の前、あと両サイドお店があるので、まあまあちょっと常識の範囲で止めてください。で、今11時10分前なので、もう開店と同時に行きたいと思いますのでね、もうねめちゃめちゃ楽しみです。で、店内に入ったら黙食で行きますので、よろしくお願いします。こちらランチメニューなんですけども、ランチメニューすべて1000円です。で、今並んでるんですけども、今のメニュー聞かれまして、刺し盛り定食頼むんですけど、これ1000円の割にはめちゃめちゃ量が多い、書いてますね。オーナージラ、海に出るから新鮮うまいって書いてますね。で、夜はもちろん居酒屋やってまして、昼が11時11分から3時ってめちゃめちゃ中途半端な時間で面白いですね。じゃあ11時11分オープンになりましたので、呼ばれましたので行きましょう。店内に入りましたら黙食で行きます。黙食しようかなと思ったんですけど、ちょっと感動しすぎて声が出てしまいました。これで1000円ですよ。お店の人に聞いたら、これまだ小さい方ですって言ってました。これで1000円ってめっちゃやばくないですか。これデザートもついて、これで1000円はマジやばいですね。ちょっと黙ります。では改めて黙食スタート。いただきます。まず汁物からいきたいんですけども、この汁物はですね、魚の部位のいろんなこうエキスが入ってるんですけど、これがマジうまいんですよ。いやこれはねマジ感動ですけども、さあこの汁物の中にはですね、魚の頭が入ってるんですけども、この魚の頭の身もね
食べれてめちゃくちゃうまいんです。では刺身7種盛りいただきます。もう漁師さんが取ってきたお魚なので鮮度抜群のお刺身かー、うまいっすね。やばい、声出てまう、めっちゃうまい。ダメだ、声出てまう、マジやばい。これ1000円やろ、マジやばいぞ、声出てしまう。いや、しかし思わず声で出てしまいましたぐらいの美味しさですね。本当にこれ本当に1000円なんですかっていう感じなんですけども、いや、しかし美味しいですよ。この海鮮のね、酢味噌和え、うまい。そしてご飯がね、めっちゃ進みますよ。これ本当にこれね、もう晩飯レベルですよ。これでもうビールが飲めたらめちゃめちゃ最高なんですけども、しかしこの汁物本当にマジうまい。声が出てまう、めっちゃうまい、小声でめっちゃうまい。思わずまた声に出してしまいましたけども、新鮮なお刺身以外にもですね、魚の天ぷらとかひじきの煮物、海ぶどう、そしてサーターアンダギーとかね、わらび餅までございます。そして店員さんにね、ちょっとね、思わず聞いちゃったんですけども、いくらこう漁師さんのお店、まあ海んちゅうのねお店とはいえですね、これ1000円でこの量でこのクオリティで大丈夫なんですかってちょっとね思わず聞いちゃったんですけども、まあ、店員さんがですね、原価ギリギリでやっておりますっていうことなんですけども、なんとランチメニューが全種類1000円ということでね、他にもメニューがねたくさんございますので、ぜひぜひ。そしてこの店内も本当にこう昭和レトロな感じで、非常に僕はね、もうこのお店の雰囲気が最高にいいです。本当にね落ち着く感じなんですね。さあ魚の天ぷらいただきましょう。こちらもうまいな、マジでご飯進むわこれ。なんかもうひたすら夢中で食べてる感じやね。思わず無意識に出てしまう声、これが本当の美味しさなんです。海ぶどうもいただきましょう。うん、プリプリで美味しいですよ。剣と大葉を一緒にお刺身を食べてなお美味しい。これ全部食べれるね。最後にデザートのわらび餅を食べて完食でございます。いや、しかし美味しかったな、もう大満足です。ごちそうさまでした。いやーね、もうめちゃくちゃ美味しかったですね。あれで1000円って本当にやばくないですか。本当にお店の方が原価ギリギリでやってるって言ってましたけども、さすがもう漁師さんが経営してるお店だけあって、新鮮でめちゃくちゃ美味しかったです。でコロナ対策もしっかりされておりまして、まあ、ソーシャルディスタンスですよね。まあ、お客様がこう店内に入るタイミングもお店の方がしっかりされておりまして、まあ、入り口で、メニューを聞いてタイミングで店内に入っていくというスタイルでございまして、ですのでこうあまりぎゅうぎゅうにならないようにね、テーブルが空いててもお客さんの中に入れてませんでしたので、しっかり店員さんの配慮もされているのかなと思ってます。で、車はですね、ちょっと見るとちょっとナンバー映せないんですけども、レンタカーがまず少ないです、まあ、地元のお客さんがこう常連のお客様が来てるのかなっていう印象で、まあ、本当に観光のお客様もここめちゃめちゃねおすすめです。一郎屋さん、宜野湾市、ぜひ来てください。
混むので開店前に来てください、11時11分だったので11時前に来てもう並んでた方が僕はおすすめでございます。今回の動画は以上となりますので、また次回の動画でお会いしましょう。